これより全国大学ビブリオダバトル2017年首都決戦予選会城西大学第2試合を開催いたします。司会は現代政策学部 図書館学生アドバイザーの前田が担当します。大会ルール上説明の繰り返しがございます。ご了承ください。なお本日記録のための撮影を行っています。発表者以外の方は顔が映らないように配慮いたします。ジャンプは各試合から1名ずつ選出されます。今年は計3名が城西大学の代表として地区決戦へと進出することになります。その地区決戦をさらに勝ち進むと首都決戦への出場となります。今年の決戦は大手町の読売ホールで行われる予定です。ではここでビブリオバトル公式ルールと全国大学ビブリオバトルの大会規定を読み上げさせていただきます。1、発表参加者が読んで面白いと思った本を持って集まる。2、順番に1人5分間で本を紹介する。3、それぞれの発表の後に参加者全員でその発表に関するディスカッションを 2、3分行う。4、すべての発表が終了した後にどの本が一番読みたくなったかを基準とした投票を参加者全員1票で行い、最多票を集めたものをチャンプ本とする。続きまして全国大学ビブリオバトルレギュレーションです。1、予選会、地区決戦、本戦、すべてのビブリオバトル開始前に司会者がビブリオバトル公式ルールおよび首都決戦レギュレーションを読み上げ、ビブリオバトルの趣旨を参加者に周知すること。2、本やエピソードを紹介するための小道具の使用は認める。3、レジュメの配布は禁止とする。4、読み上げレジュメの持ち込みは禁止とする。ただし本へのメモ書きや付箋の添付などは認める。5、パワーポイントやキーノートなどのプレゼンテーションツールの使用は禁止する。6、発表者は必ず5分を使い切る。7、発表後のディスカッションでは発表内容の批判をするようなことはせず、発表内容で分からなかった点の追加説明やどの本を一番読みたくなったのかの判断をするための材料について聞く。8、投票の基準はどの本が読みたくなったかであり、知り合いや身内という理由で投票を行わないこと。9、司会者は10の場合を除き投票には参加しない。10、チャンプ本が複数となった場合は決選投票を行う。その際司会者1名の票を2分の1票として加える。11、同一人物が異なる主催団体の予選会に複数回参加することを認める。ただしすでに他の予選会でチャンプ本を獲得したものは除く。最後にチャンプを決める投票についてです。今皆さんの手元に配布されているこれが投票券です。投票は6名全員の発表が終わった後で行います。投票できるのは試合を最初から最後まで通して観戦した方のみです。試合に参加している発表者の皆さんも投票できますが、自分以外の本に投票してください。それではこれよりビブリオバトル第2試合を始めます。トップバッターの方、前へお願いします。